43歳低スペックおっさんらが結婚する。相手は3つか。趣味の活動で知り合い、1年ほどで、トントンと結婚が決まった。お互い恋人いない歴イコール年齢。他人から見たら、全く羨ましくないもカップルだろうが、それなりに幸せである。同じ趣味のも仲間 A が結婚するんだって?遊びに行くとメールしてきた。最近会ってない奴だったが、祝ってくれるんだなと思い快諾した。部屋に一歩入って、すぐ A は、嫁は?まだ結婚してないし、同棲じゃないからいないと言うと、呼べと。彼女は、仕事してるし夜とはいえ、平日に呼びつけられないので断った。A 不機嫌。彼女の写真を見せろと言う。この時点で、すでに祝いムードでないと分かっていたので見せたくなかった。しかし、しつこいのでしぶしぶ見せた。予想通り、うす、ババアとけなしてくる。もっといいのいなかったのか。いなかった。っていうか俺みたいなデブハゲにもっといいのとか無理だろ。と正論を言うも、がっかりだとブチブチ言う。すでに追い出したかった。そこからはずっと A のターン。A は、俺と同じく、恋人いない歴イコール年齢のも。ルックスは、俺より多少いい。髪の量同じ。年収は多分同じくらいか?去年から結婚したくなったらしい。子供が欲しいそうだ。だが、A は人付き合いが苦手で、趣味のことなら演説か?ってくらい喋るが、女の好みそうな話題はできない。だから、婚活パーティー等は無理だという。見合いは嫌だそうだ。俺が趣味共通の女と結婚が決まったと聞き、話を聞きたかったと語る A。でも、その程度の女か。がっかりだと連呼する A。40過ぎじゃ、子供も無理とか、何のための結婚だとか、お前、俺の人生台無しとか。ババアに食いつぶされて、悔しくないのかとか、もうボロクソ。反論すると、A はエスカレートする性質だと知っていたので。言うだけ言わせて、酔ってきたところで言いくるめて追い出した。A を式に呼ぶ気はないし、引っ越すからもう押しかけられることもないはず。だが、結婚前にケチをつけられた気分で、どうにもムカつく。彼女には愚痴れないからここで愚痴。